お疲れちゃんです。ロットです。今日はですね、大会で大活躍している京介デッキをね、3つ紹介していきたいと思います。ということで、ね、まず早速1つ目なんですけども、こちらのね、京介ドリルデッキでございます。まあ、現環境ですね、このゴブドリがめっちゃ強いです。はい、ゴブドリゴルダイのこのデッキがあって、もともとはねムートですね。はい、キョスケの枠がムートでよく使われてるって感じかな。で、スケがロリババとか、まあ、あとトルネがね、ユキとか、まあ、なんかいろいろ変わったりしてるんですけども、まあ、そのムートがね、キョスケになりました。なぜか知らないけど、キョスケになりました。はい、まあ、キョスケプラスのマジアチャとか、キョスケドリル、キョスケゴルナイのね、形がまあ強いんでしょうということで、まあ、早速ね、やっていきたいと思います。で、まあ、ゴルナイ持ってないよって方は、ゴルナイの枠がムートだったりとか、まあ、あとはユーノですね。はい、とかにもいろいろ変えられるので、まあ、別に何でもいいんじゃねっていう、まあ、陸系のね、なんか強いやつをぶち込んでおくといいと思いますね。なんかプリンスとか入れてもおもろそうだなとは思いますね。ほんでなんか大会で、今クララリーグね、そう、個人戦行われて、なんか大会の量、まあ、試合数で言うと結構あるんですよね。本当に。なんか予選がすごい長いので、まあ、試合してやっと突破みたいな、そんな感じなので、結構試合行われて、その中でもね、やっぱ、キョス系がすごい、多いですね。はい。もう3戦やって、まあ、先に2勝した方が勝ちなんですけども、まあ、そのルールだったら、毎回キョス系がね、1回どっかに入ってくるっていう、入れなくてもいいんじゃねっていうようなデッキにも、こういうデッキにもね、そう入ってくるぐらいなので、よいしょ。さあ、ここはもうしょうがないので、あれですね、キング起動に切り替えます。よし、一発は入ってしまうもののしっかりね抑えていきますと。で、まあ、今回の相手はランバーインドラなので、まあ、ボーラーバルーンフリーズかなと。じゃあ京介はいつ活躍するのっていう話ですよね。まあ、なんかデッキによってね、この京介の使い方もすごい変わってきそうなんですけども、まあ、今回の、まあ、このデッキの京介だと、まあ、やっぱ京介を盾にしてマジアチャでね、背中から射抜きまくるであったりとか、まあ、とりあえず出すとか、まあ、京介ゴルナイのなんか形自体がもう強かったりとかもあるので、まあ、なんか京介プラスのマジアチャはまあ結構メインかなと思いますね。さあ、しっかりここインドラいないサイクルだと熱いですね。で、まあ、ドリルでこっちにボーラーとかを使わせながらのこっちにね、さあ、じゃあまあランバーとみたいなね、思いながら、さあ、神の延命です。いや、これは、いや、ライドラも処理できて、いい、京介のバカが入る。いや、もうね、なんか京介ってね、こう、まあ、いろんなね戦術あると思うんですよ。京介スケラとか京介ロイジェとか、まあ、この後もしかしたらね登場するんですけども、まあ、その中でもね、やっぱ結局、キョスケが強い。キョスケがいるだけで、なんかもう突破できるっていう。主軸を出さなくても、まあ、戦えるっていうのがやっぱね、巨大スケルトンの強みだと思うので。よいしょ。まあ、このデッキはね、ゴブドリで攻めるデッキだけど、まあ、ゴブドリがなくても戦える。よいしょ。キョスケプラスのゴルナイとか、キョスケマジアチとか、もうなんか飾りですね。巨大スケルトンが飾りです。あ、これ、紙取るねされるっすね。ですよね。さあ、まあ、ここはさすがに僕トルネもあるので、よいしょ。さあ、まあ、ギリギリのギリ耐えれそう。まあ、ゴルナイ暇なんでね、走って処理してもらおうか。まあ、こうなったら、まあ、さすがにもうキング起動もしてるのでめっちゃ有利だと思いますね。さあ、無理、あ、なんか相手甘えたっすね。これ甘えたとか言って甘えてるのはどっちだいっていう。うん、やめて、耐えたいな。よいしょ、突破したい。あれ、待って、気づけば左が、こういうのはね、マジアチで射抜くとかでもよかったっすね。まあ、さすがにあと187なので削れそうだね。もうマジックアーチャーで射抜くだけっすよ、僕。ここにこんにちはしてこうぜ。で、ユニット来たら、トルネードっすね、もう。ああ、もう、終わりですね。おい、さあ。なので、まあ、このデッキだと、トルネしかないんですけども、まあ、最後の最後には、トルネマジアチャであったりとか、まあ、トルネプラスのゴルナイ。で、まあ、強制ダメージも狙っていけるので、まあ、なんだろうな、もう最近、ゴルナイマジアチャ言うのか、
もうここの3点セットはね、マルチ上位でもめちゃくちゃいますね。もうこの3枚入れて、あと中身こうインフェとかもいろいろランダムみたいな、そう、もうこの3点でデッキが成り立つみたいな環境にはなってるんで、でさらになんだろうな、まあ、最近だと、まあ、特別目立ってはなかったですけど、キョウスケね、そうバランス調整後直後は、キョウスケぶっ壊れやないか言うて、まあ、強すぎやないか言われて、本当に強いんですけども、まあ、ちょっと落ち着いてた、まあ、それがね、まあ、大会だと思う今暴走中ですよと。なので環境強いのに、もう元々強かったのね、キョウスケ野郎を入れたら当たり前に強いよねって。だ強いデッキというか、まあ、強いガードと強いガードね組み合わせたらクロロって強いんですよ、簡単な話ね。さあね、まあ、こういうのはちょっと嫌ですよね。さあ一回スケにだけ打たして、巨大スケルトンを延命しながら、さあさあでエレキで踏めそう、おん踏めない。そしてまあこれはまあエリババを守れないと判断して、まあ11交換できたらいいねっていう判断ですね。でゴールデンスキル使いたいけどエリババやばそうなので、スキル使わずに一旦守ると。さあこれはまあ悪くない判断ですね。もう守れなかったので、まあこうするしかなかったよねと。でこうした時に俺の方がキングいっぱい削ってくれたら、まあ俺の方がねいい判断をしたっていう風なことにはなりますと。さあこの突撃はね痛い。うん、まあスパーキーはねエレキがいるので、まあ、あと巨大スケルトンとかマジアチャの角度とかの、まあ、爆破とかこの辺ねいじりながらやれば意外といけるんじゃねっていう。さあもうこれああしっかりきたけど、いやいいよ、いいマジアチャのエイム天才すぎる、ガチで天才。あ待ってめっちゃいい、なんかいやでもさダックプリオサイターこれ行くか、キングに行っちゃう、キングに見えないだろしかも。あ空振ってる空振ってる、熱い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 。さあでスパーキーは基本的にザップ系しかないので、ユニットをね貯めるイメージですね、低め低めに出してユニット貯めまくると。でさこれは固めのね強スケにやりゴブを生かせて背中をね、よしよしよし、いやこうなったらもうね終わりですよあなたさん。なぜならねゴルナイトルネとかも何でもありますからね僕。これゴルナイがピューンドゥンドゥンドゥンドドスコドドスコドドスコ、いやえぐい今の、えでもちょっと怖い。さあちょっと怖いのはしっかりね射抜いていきます。結局これね射抜けるかどうかみたいなとこあるんで、ここ多分ねそうスパーキー来るけど、スパーキーじゃないエリババか、エリババもしゃあない。その代わりしっかりゴブジャイを溶かしてあげると。痛いなぁ。さあ165の落とし方募集します。何でもいいね。おいエレキでしっかりね諦めましたね。これまあ相手はもうワンチャン掴むしかなかったんでね。はい、ということで防衛もめちゃくちゃ硬いです。まあ、低めエレキ、低めマジアチやれば、ラバーのファイボとかにもね、全然戦えますね。はい。ということで、ナイス。さあ、続いて二つ目がですね、こちら、キョスケホグです。はい。まあ、巨大スケルトンね、なんでも合うんですよ。なんでも合う相方、ホグバージョンですね。これもね、めっちゃ大会で使われてます。で、なんか、いろんな方があるんですよ。これもまたね。まあ、結構、縦線、キョスケは、まあ、一緒かな。まあ、マスケは別にアチャクイ持ってたらアチャクイでもいいですよと。まあ、でも結構マスケ型でも使われてるとか、マスケ型の方が多いイメージがあります。で、LSP とかもぶっちぎりファイスピとかでもいいと思うんですけど、まあ、LSP って結局コウモリとかスケラとかの処理ができてめっちゃ優秀なんで、LSP 毒。そして、ま、施設はテスラがアンパイですね。テスラよく使われてて、たまにボムタワーとかも使われてましたね。まあ、ボムの方が陸により硬くなる。テスラだと空に対して万能。まあ、そんな感じかな。まあ、好みでウッドね、解放されるんで、ま、雪玉とかにしてもいいとは思いやす。ってことで、行きましょう。さあ、強グですね。まあ、定期ですね。なんか強グってこう、マジアチ入りだったりとか、まあ、なんだろうな。もう本当定期的にキョス強グって使われるんですけども、まあ、それですね。で、よく一緒なのが縦の戦士ですね。なんだろうな。キョスケのダメな部分を多分縦線が
補ってくれてんのか、なんかいつもセットでいるイメージがあります。さあ、キョスケオブでのキョスケは、まあ簡単ですね。まあさっきと一緒ですね。基本的に縦にしながら、まあキョスケプラスのマスケとか、まあキョスケプラスの、まあなんだろうね、ホグか。攻めるときはホグですね。まあ基本的にキョスケ、出しとけばなんとかなるっしょっていう。で、あと強みとしては回転こう早いので、こう無理やりね、来たエリポンにもミラーか。無理。なんか早くね、クイコンズに。すぐ回ります。さあ、で、今回の相手は三獣士。で、三獣士も、まあ、2体の方をね、キョスケの爆破で。で、1体の方には、マスケットとかで。とか、ま、いろいろできる。縦の選手もね、三獣士の時優秀なので、まあ、これはマスケから入って、どうしようかなって考え中ですね。さあ、これ両方の竹を取りながらの、よいしょ。ええ感じにね、防衛をしていきたい。いや、LSP 優秀か？やばくない？これ多分全部今守れてるよね。あーで、ゴーストはね、これどうしよう。この子透明なんで受けれないんですよね。テスラ撃っちゃう。さ、独特すぎるテスラ。2番とかやったらもしかしてクロスじゃねって。クロスクエイクじゃねって。さすがに思わねえか。にゃーん。めんどくせえ。さあ、陸受けがね、気持ち少ないので、こうなってしまうのはしょうがない。まあでもこのマスケに対して、まあ相手は何かで対応してくるでしょう。それをキョスケとかで回収しながら、カウンター狙っていきたいね。まあ基本的にキョスケホグってね、キョスケプラスホグの形さえ作ってしまえば、めちゃくちゃダメージ通るので、まあそれ目当てみたいなところあるですよね。さあ、で、まあここは一旦ね、落ち着きのクエイクで削って、ここにホグ突っ込んでもね、何も意味ないんだね。さあ。リエタイながらで、バッカーが優秀と。で、エリーババいない今とかはね、すごい行きたくなっちゃうね。これ行ってみる。まあ、逆サイドでもいい気したんですけど、ゴルナイ強いしね。強。ゴルナイ強、マジで。これもうちょっと延命させたらね、あのエリーババも爆破当てれそう。当たってくれ。止まれ。止まれ、止まれ、止まれ。いやー、一体だけ。いやだ、マジで、キョスケオグするだけで結構相手きつそうだね。でさ、ここは、一旦ね、クエイクで削って、受けからですね。基本的にこの受けからを繰り返していけば、なんとかなります。さあ、これもハッスルしとこうぜ、ハッスル、ハッスル。で、ゴルナイ走りたい、走りたいんじゃないのか？走りたかったね、やっぱり。やっぱ三振に対してこれも強い。で、ホグ飛ばそう。エリババか？まあ、ここは、コストを使わずに、次のこのエリバブ系に取っとかないといけないですね。さあ、ナイス。まあ、こうなってしまえば俺の勝ちですよね。さあ、で、クエイクで削りながら、一生これですね。で、テスラ置いて、まあ、負け筋はなんだろうね。結局ゴルナイ？結局ねっていう。よいしょ。ああ、それやばいな。確かに。なかったね、発想が。さあ、ちょっとだけ怖くなってくるね。まあでも言うて、よいしょ、すべてをしっかり受けながら、いやめっちゃいい。この真ん中でキョスケでね、タゲ取りながらのマスケ削り、いいね。さあ、ここちょっと延命していこうかな。よいしょ。やばい。うわ、それ。唯一の巻き筋。やばい。痛い、痛い、痛い。やばい。マジでやばい。もうふざけんな。ふざけんな。ゴルナイ。マジで。ゴルナイだけは巻き筋っすね。でもこれ。相手。相手これ、守れねえだろ。守れねえだろ、一発一発。いやー、危なすぎー。さあ、負け筋ゴルナイです。ゴルナイだけでしたね。まあまあ、でも、低めマスケであったりとか、まあ、テスラ置いて、クエイク削り。まあ、クエイクもね、ダメージ緩和されたものの、まあ、言うてクエイク削りはやっぱ優秀なので、まあ、しっかり守って逃げ切るっていうのも戦略の一つであるですね。
もう一戦ね、圧着衣バージョンでやってみますね。なんか僕も大会だとマスケの方で使ってたので、まあなんかマスケですごいしっくりが来てるっすね。まあなんか対空が結局クエイクな分、なんだろうな、圧着衣出してて圧着衣がないターン対空なくてきついってなるのがやっぱしんどい。ファイブとかじゃないんでね。まあそうクエイクだからこそ、ストラが弱いのをしっかりね、高回転マスケで対応していくって感じかな。さあ、縦線ディガバルキリーなんだ、迫撃か。あー、さあ着衣がここにはあると。さすがにフリーザーなさそうだけどね。さあ潜りテスラが起きてくる。なんかレアなバルーンできましたね。大砲バルーン、ハルチアバルーンかな。いやでもこういう相手にはどうだ、圧着に出したターンのそのそれこそバルーンがきついんですよ。だからこそマスケの方がいいんじゃねっていう話ですよね。裏なんでやねん、読んだのに読めてない。さあどうしようかな、トルネードあんのかな、めっちゃありそうじゃない。まあ一旦困ったらキョスケ行きましょうか。そう、キョスケプラスのホグとかキョスケプラスの圧着衣ね、このキョスケプラス〇〇っていうのをキョスケ使う上で一番大事ですね。そう、どのデッキでもキョスケスケロでもキョスケバルーンでもキョスケなんでも、もうキョスケプラスのこのキョスケプラスのユニットで攻めるっていうのがマジで一番大事なので、これさえ覚えとけばね、あなたもキョスケマスターみたいなとこありますね。やっぱトルネードありますね多分。でこの間にしっかりね回しとかないと圧着衣がね回んないので、よいしょ。さあ警戒して、いやこれ金ギドはしない。でクエイクで削っていく。圧着衣とテスラはね、まあ相手がバルーンなんで出す必要がないんで、よし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 、ずっとこれをやっとけばみたいな。でここはどうだろう、この圧着衣どうやって受けるんだ、トルネか。さあここはゴリゴリ行こう。えめっちゃいい攻めしてない、やりすぎ、やりすぎぐらいがちょうどいいんだよ。よしよしよし。でさあ一回これはセパして、いやこれ止めた方がいいね。さあ止めてしっかりテスラで、さあタワーもバルーンに攻撃してると。いやいいね。でザップとか打ったりコストを使ってるならばあっち食いで攻める。あでキョスケがこれ多分トルネでね、そうカバーしてくるからこそこのタイミングでホグ、よしよしよし。で気持ちウッドも転がして、いや右の方が入ってんな。いやいいね、これやっぱキョスケプラスの丸々で攻めることによって相手にね、よいしょ。え、来ない。来ないのうまい。うん。あれね、トルネとかね、使わせてって感じかな。いや、これだと美味しいっすよね、僕からしたら。これでファルチョも言ったらさ、処理できるわけじゃん。さ、ちょっと、クエイクでファルチョに嫌がらせしちゃおう。まあ、さすがに、圧着衣まで出しちゃうっていう。いや圧着衣の受け苦しそうっすね。圧着衣は圧着衣で強いね、間違いなく。あーこれやばい、こういう保護してると負けるっすからね、本気で言っときます。まあでもこのディガーのね処理がちょっと早いだとか、まあこういうところはちょっとだけね俺を褒めてもいい。よいしょ。さあ一発でウッド圏内という、強いね。これ別に雪玉バージョンとかもあったので、まあ全然雪でも使えそうだし、雪だともっと空も楽になると思うので、さあぜひねこの巨峰群も皆さん使ってみてください。さあということで3つ目ラストの京介デッキはこちら、京介ロイジャンですね。まあこれはねもう一生強いです。はい、もう定期キョロイ強い時期が来ますね。まあキョスケデッキってね基本的になんか来るんですよ、キョスケ自体が強かったら。キョスケ〇〇キョスケ〇〇でよくあるロイジェイですね。一つやっぱ違うとことしてはここね圧着衣ですね。
はい、まあ、よくあるのはザッピーか、そうザッピー型なので、まあ、これもね全然ザッピーでも使えます。はい、まあ、着衣持ってたら圧着衣でもいいよっていうだけですね。はい、なんで圧着衣とザッピーは本当好みで使っていただければなと。まあ、なんでこの後圧着衣型とねザッピー型でいこうかなと思います。で、大事なのはやっぱクエイクですね。このクエイクもね5にしたくなっちゃうと思うんですけども、これしちゃダメです。まあ、なぜダメかっていうと施設に勝てなくなりますね。はい、テスラ、インフェ、まあ引きこもり、迫撃関係、その防衛固い相手に対して結局クエイクじゃないと勝てないっていうので、もうそこですね。ほんとそこ以外の理由はないんですけど、まあ、あとスケルトンラッシュに対してのね防衛とかも、まあ、一応 LSP もあるんですけども、まあとかを含めると間違いなくクエイクですね。結局ね、結局クエイクなんですよ。さあ、でこういうの美味しいね。さあ、キョスキプラスのユニットでね、いやこれも別に全然いい、ダメージ受けるんですけど、これユニット全部残ってるんですよ。だから相手ここに防衛のコストを使わなきゃね、守れないと。さあ、これはキョスキハンターを相手は守んないといけないのと、この単品圧着員も守んなきゃいけない。さあ、両方守ることは不可能と。そしたら、ああ、いい雪玉だ。キョスキの爆破が入っていく。これね、今の攻めねめちゃくちゃ大事です。なんかキョロイなんですけども、キョスケプラスのハンタートリトン、これもさっき言いましたね、キョスケプラス丸々、もうこれね本当ロイジェイ出さなくても勝てるのがキョスケデッキの強みですね。キョスケで戦おうとしてください。キョスケで戦おうとすると想像以上にキョスケ頑張ってくれます。そしたらそしたで、なんだろう、その後ねコストがねこっちの方が有利になったりもするので、基本的にマジキョスケプラスの丸々でね攻めるのがいいね。てか今回なんて枯渇なのにポイズンっていうすげえ特殊だな。でここもね男の許容しちゃおうかな。いや許容しすぎか、あんましすぎるとねあのバカって言われるですね。これはさ、でもこういうとこに関しては行きたくなるな。ぶっちゃけキョスキャッチクいるんじゃない、新しい。さあ、うっとして、まあでもさ、キョスキャにコストを使わないといけないねこれ。さあ、巨大スケルトンが入りそうだけどな、どうだろう。入っていく。もうキョスキプラスのユニットで攻めるね。で今みたいに、まあ、相手のコースがちょっと苦しいとか、こうロイジェの受けがないっていう場面がねできるんですよね、基本的に。そう、そういったところでこうやってねロイジェを刺していくのが、まあ、キョロイですね。なんか一つだけですね言うことも、キョスキプラスのハンタートリトン、キョスキプラスの、あ違う、キョスキプラスのマスケ、キョスキプラスの攻めユニットじゃないので戦うっていうのが大事ですね。おお、すごい、めっちゃ飛んでくる。え、これさて追いつかれるの、追いつかれていくが、相手はポイズンなのでこれも後ろからユニット溜めておくっすよね。でさ、ゴブリンバレルはもうなんかユニット的なに守ればいいっすよね。いや、トリトン別にそこまで求めてない、めっちゃ頑張る。さあ、まあ、圧着とかちょっとこんにちはしていこうか。相手全ての受けがきつそうだから、でこういうのもしっかりねユニットを潰していく、トリトンハンターで。でこういうのをここでキョスケとかでいいね、まあロイでもいいんですけど、間違いなく圧着消えれないし。そう、僕はただねオーバーに言うとこうやってねキョスケで攻めていきたいよねっていうのをこうちょっと今伝えたいので、さあもう相手絶対コストきついんですよ。よいしょ、まあ俺の方があるっていうのは間違いないですねこれ。まあロイシェがきつそうだね。さあ、で攻めて、まあ、クエイク打つ暇がなかったら、打つ場面がなかったら打たなくても、まあ、全然勝てるよねと。見てわかる通り巨大スケルトンがタワーに届くんですよ。タワーに届かなくてもそこにコストを使わせることによってよりねロイジェが刺さりやすいっていうのがキョロイの強みですね。それこそやっぱね状況とか、まあ、相手によってもなんだろう、普通にただただね普通にキョスケの下にロイジェポーンってつければいい場面とかももちろんあるとは思うんですけども、なんかまあ基本的に安牌な立ち回りっていうと、もうキョスケの後ろにねなんかユニット突っ込んどきゃなんとかなるよっていう感じかな。さあ、これ暇なのでウッドでカード回しながら、これ相手はね何を置くだろう。結局こういうのもケツからね出したいんですよ。なんか下品だな急に。そう、後ろからキョスケで形を組みたい。 2.65 かな、よいしょ。さあ、キョスケプラス、まあ、トリトンですね。理想はキョスケプラスハンターとかキョスケプラストリトンで形を組むのが理想かなと。
さあ、これも早めに溶かしちゃおう。さあ、今回の相手はクエイクだ。クエイクってことは、大砲が。大砲出てこないのか。これにスケが出てくる。おぉ、スケじゃねえけど、なんか引いた。お、いいね。そう、マスケも使ってくれる。もう、キョスケプラスで攻めれるんですよ。で、一回わかんないので、もう一回キョスケやる方からね、形組もうかなー、なんつって。さあ。まあ、ケッチャンエレスピして、まあ、一回キョスケですね。はい。まあ、なんだろうな。本当に、今回の相手とかは、普通にキョロイポーンでやるだけでもきつそうな気もするんですけど、よいしょ。まあ、一回形組んでみるか。ないとね。ないとこれ、ぶち飛ば。引っこ抜いて、もう、ボコ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 。そうするとこのね、トリトンハンターが守れないんですよね、意外と。あ、ババ?あ、でもこれは、良かったですね、見といて。ババを割いたので、ロイで攻めるよっていう、シンプルですね。よいしょ。小物系だったら良かったなの、ザッピー。さあ、まさかのババホグですね。よいしょ。で、金起動したいけど、多分ザッピーがいると金起動できないっぽいので、普通に守ります。さあ、これですね。本当にこんな感じで、キョスケプラスに、もう一回ババを使わしたいね。このザッピーちょっと入るだけでもでかい。あー、ロケあんのか。いや、これちょっと渋いね。さあ、ロケあるって分かったら、ちょっと削っていきたいな。まあ、ナイトがね、意外と厄介。さあ、キョスケをタワーに向かわせよう、こうやって。よしよしよし。いや、これで左ロイっすね。さすがに使ってくんねえか、これ。使わねえと結構守るのきつくね。いや、そうっすよね。いや、これはいいよ。相手絶対苦しいから、巨大スケルトンがだんだん届きそう。まあ、打っただけ打っとこうか。さあ、キョスケが届く。あ、なんなら待って、クエイクのダメージなんぼ71。あーい、ハッスルマッスル、ロイジャー、オッケー。っていうやつですね。ロイジャー出した回数は結構少ないですけど、キョスケ出した回数、トリトンハンター出した回数はめっちゃ多いよねっていうのが、キョロイの強さですね。ナイス。さあ、ということで、まあ、キョロイと、キョホグと、邪魔だな、俺。キョスケドリルですね。これ全部別にチャンピオンなくても使えますので、皆さんぜひね、キョスケデッキ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。